お物川は、秋田県を流れている一級河川。お物川水系の本流。秋田県の南半分が流域である。秋田県湯沢市と山形県西条群真室川町の県境付近にある大仙山が源であり、十分一沢川と南沢川が合流して、お物川になる。国葬地帯である横手盆地を北へ流れ、大仙市大局で、 玉川が合流する付近から流路を西寄りに変える。では給料のやや狭作した場所を蛇行しながら、北西に向かい、秋田市に入り平野部に出ると、秋田市街の南部を流れ、秋田市荒谷町で日本海に注ぐ。本流筋にはダムがないため、大雨が降ると、水かさが急増するが、下記の滑水期にはかなり減る。堰などの河川施設が少ないので、カヌーが利用できる。 船着き場なども整備されている。流域には、自然が多く残り、上流域ではイワナ、ヤ山メが、中流から下流にかけてはうぐい。ヤリタナゴブラックバスなどがそれぞれ優先するなど多くの、淡水魚類が生息する。シーバスなど海域から遡上する種も多く、また、絶滅が危惧される、ゼニタナゴの分布北限は、東流域にある。 天長7年に1月3日の地震と思われる未確定な事象により、秋田川の水がれて溝のごとくなり、天川は、破滅の貸し崩れ、川を塞ぎ、下水氾濫との記録に現れるのが初見で、この秋田川が大物川に否定されている。同様に、天川は,は、旭川に、破滅は、太平川に否定されている。明治期に、大雨本線が全通するまで水運が、 盛んに行われ、上り船は海産物などを、下り船は米など農産物を主な積みにとした。角間川、刈輪野などには大きな貸し場があった。古くは大川とも呼ばれていたが、魚物を運んだことから、魚物川、極川などと呼ばれ、後転じて、お物川になったという。江戸時代には、久保田藩と。 亀田半島の間で、尾物川水運への風をめぐる紛争が、たびたび発生している。かつては、土崎港内に河口があったが、洪水防止のため大正から昭和にかけて、大改修が行われ、1938年に、新たな放水路が、川辺郡荒谷町に作られた。旧尾物川は、秋田運河となり、水位が下がって新たに生じた土地は開拓され、住宅地、 工業地帯となった。国道7号、国道13号も、かつての水域を通っている。1947年8月1日の、集中豪雨により増水。被害多数。1983年5月26日の、日本海中部地震の際には、津波が、小物川河口から逆流した上、旧河口を中心に液状化現象が発生する、被害が出た。 大曲大橋より、上流方向大曲大橋上より、大平山と小物川小物川橋梁。ありがとうございます。